東京のあちこちが壊れているだろう。あれは悪魔のせいばかりじゃねえ。大半は食料や電気を奪い合った人間の仕業なんだ。人間追い詰められると見境がなくなるからね。自分の身を守るためならば他人の命なんかどうとも思わねえのさ。悪魔に食いちぎられた無残な死体の山がこの東京にいくつも築かれるぞ。なあ君。これまで平穏だったよその国のルールを強引に変えてしまおうというのかい？そんなことが許されると思うかね？